はい、皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師の武藤です。はい、今日は電子ドラム音源の紹介をやっていこうと思います。ね、普段生ドラム叩いてると味わえない音とかやっぱ出ると楽しいのが、電子ドラムの醍醐味なんですけれども、超定番音源ですね、 TR-808 っていう、ロランドが結構昔にね作った音源があるんですが、もうすごいいろんな曲で定番のなんていうんですかね、ベースドラム音、まあダンスミュージックとかでよく使われてる、音だと思います。はい、では聴いてみてください。はい、こんな感じで結構ねダンスミュージックでよく使われてる音じゃないかなと思います。はい、もう一個ね TR-909 っていう音源もあるんで、そっちも結構使われてるんじゃないかなと思うので、そっちの動画も見てみてください。はい、以上ご視聴ありがとうございます。